前回のパートでまだゲームオーバーになった。もうゲームオーバーにはなりたくない。だって前回のセーブから選択肢のところまで持っていくのめんどくさかったから。というわけで前回中身を見ないの方を選んだらさ、異次元に7の次元にさ連れ込まれたっていう、そういうもうなんか余裕の限りでそんなゲームだったっけっていうゲームオーバーしたからな。今回はちゃんと見るよ。あ、でもさ、考えるの選択肢も選んでみたいな。選んでみるか、考える。今はまだ、やめておこう。え、それ、いいの？あ、いいんじゃ、別に。考えるだけだったら、別に自由なんじゃ。シンキングタイム自由タイプなんじゃ。いいなぁ、それはいいこっちゃ。考える時間くれるんじゃ。よっしゃ、ああ、いきなりゴール選択肢だ。よし、開けよう。開ければいいんでしょ。おわ、お前も、まだ出てきた。僕、何もない。身も蓋もないだと、お前。自分だぞ、お前。仮にも自分に対してそんなこと言い方するか、ネガティブか。お前はネガティブか。何も変わらない。僕はあの時、話したんだ。何のことだ？話したって？救えなかった。僕には。ああ、よかった。今回は異次元空間を生み出して、そこの中に、そこから手でさ、引き込むとかそういう話はないんだな。何なんだ？フードの中を確認しないと、エロ本か？エロ本か？おお！もしかしたら秘蔵 AV 女優が映った DVD かもしれんぞ。付録かもしれんぞ、これ。日付の書いてあるディスクと中にメモが。メモ？起きてはならないこと。すべてが変わった日を残す。あの子はもう戻らない。え？ディスクには8月27日と書いてある。あの子はもう戻らないか。エレベーター事故の映像がこのディスクに入っているのか？ん？まだ何か入ってる。なんじゃこれ。何かの暗号っぽいが、このままじゃわからないな。この手のやつって大体なんか、真っ二つに折って読んだりとか切り離して読んだりしてさ、上半分下半分とかそういう読み方するやつよな。どうなんか知らんけど。そんな気はするけど、まあ、まだわからん感じか。よっしゃ、他のとこも調べていこう。他のみんなは今どこにいるんだろう。警備室のどこかで鍵を見つけたとして、僕だけ帰るのもなんだかな。この鍵でもしかしたら外に出れるかもしれんのじゃ。鍵か。鍵らしきものはない感じに見えるけどね。そうやな。他の二人がさ、内容分かっとうけん、事件のこと分かっとうけんさ、純くんだけは分かってないいい感じになっとうけんさ、気になるものはないなぐらいのセリフしか出てこんのじゃん、純くんは。前回と前々回のパートとは全然打って変わって出てくるものが違うな。お、エレベーター事故。僕は知りたい。見なきゃダメな気がする。ん、パスワード、あの暗号みたいなやつか。わかるか、あんなん。ダメか。あれ、これで失敗したらトラップ発動してさ、地面が穴開いてゲームオーバーとかならんよな。まだ落ちていくエンディングとかならんだろうな。よかった、ならんかった。そういうのはならんかった。だとしたらこっちやな。まだ見てないもん。なんなん、ここ。はぁ、なんかの営業時間。カフェテラス的な感じが。会社の人じゃなくても利用できるから。いつもここのカフェは苦手だな。カフェか。ああ。机一つ一つは調べんでもいいか。雑誌がたくさん並んでる。なんだか頭の中がふわふわするな。4階からどうやって1階から1階まで来たのかも覚えていないなんて。そうなんよな。なんか1回まで来たらさ、ラッキーって思っとったらさ、ゲームオーバーにされるしさ、
この回ゲームオーバーが多すぎるんだよな。なんなんゲームオーバーのバリエーションが広すぎるよ。もう別に仲間だと思っとった人から突き落とされたりさ、異次元空間に引っ張り込まれたりさ、もう何でもありなんよな、この一回は。なんもないな。ああ。なんだこの、なんだこのさ、あからさまになんか意味ありげないハサミは。なんだこのでかいハサミ。なんかお鍋とかでカニ切ったりするし使うようなハサミがあるやん。ほら。頑丈そうなハサミが置いてある。ハサミ。ハサミか。あ、これで暗号が解けるかも。あ、切るん。やっぱ切るやつあれ。お？やっぱり、半分に切ったらアルファベットが読めるぞ。メモリーエターナル。永遠の記憶？なんでこんなものがディスクと一緒に入ってるんだ。永遠の記憶。あ、さっきのパスワードを入れるところか。どこだったっけ。ここじゃ。ここで永遠の記憶って入れればいいんじゃ。の、き、お、くよっしゃ、行くぜ。永遠の記憶、エターナル。映ったー。これは、4階エレベーター前か。エレベーター？もう事件の様子映っとんじゃん、もしかして。あ、あからさまに、舞ちゃんっぽい女の子や。待ってよー、ジュン君、早く早く、ぴょぴょぴょーん。もうマリオや。今の飛び跳ね方はマリオに感じる。この頃のジュン君の顔、なんか、人を見下したような顔しとる。あと89番で、なんだその服の89番って。適当な数字並べてそれっぽいデザインしてるんじゃないわ、お前。はあ、はや、カラちゃん、早いよ、カラちゃんだったわ。ごめんな。舞ちゃんかと思ったら、あれだけ、めちゃくちゃ、和気あいあいとは、飛び跳ねようけんさ、舞ちゃんの方かと思ったら、カラちゃんの方だったわ。だって今日は、ジュン君の誕生日だよ。みんな1階のカフェで待ってるんだから。え、もしかして。そう、ジュン君の誕生日パーティー。ちょうどエレベーターが来たよ。エレベーター？ちょっと待て、カラちゃん、大変だ、子供が落ちたぞ。あ、落ちたん、カラちゃんの方。カラさんなん？そうだ、僕はあの時、あ、だから助けられなかったみたいな感じのこと。子供が落ちた、エレベーターが来ていないのにドアが開いて、ここ4階だぞ、大人でも。助かったのか。警察の話では即死だったみたいよ。え、じゃあさ、自分がやっ、自分の死に方を、同じことをさ、この前、ジュン君に対して突き落としてやったんじゃ、あの人。ああ、カナさん、自分がされて嫌なことは人にやっちゃあかんよ。あのゲームオーバーは衝撃的だったよ。助けられなかった。落ちていくかなちゃんを僕は見ていた。しょうがないよ、これ。いきなりの出来事だったもん。ジュン君、私引っ越しちゃうの。ママのお仕事で。知らなかった？ジュン君のパパが決めたから知ってたと思った。転勤の話か。仕方ないよ。お仕事だもん。大丈夫だよ。一生会えないわけじゃないし。明日、ジュン君の誕生日だね。レンは来れないみたいで残念。でもよかった。出発する前の日で、誕生日お祝いしたかったんだ。大きくなったら、レンも一緒にジュン君の誕生日やろうね。20年後？ああ、なんで20年後なの？キモーイ。わ、言いすぎ。キモーイは言いすぎだよ。じゃあ、目印は黒美さんがね。三人だけの秘密の目印。美さんが三つ。じゃあ、緑ってあったんか。
レン君が緑持っとったみたいな感じもしかして。あ、そうなん？ミサンガってそういう意味だったんじゃ。20年後の僕の誕生日。そうか。今日だったんだ。ナホシかな。彼女だったんだ。でもカナちゃんは死んだ。僕のせいで。19時以降に出る子供の幽霊はカナちゃんだ。助けなきゃ。今度こそ。そういうことだったん？助けなきゃって言われても、どうすればいいのか僕にはわからない。イェイイェイ、セーブ。けど真実見えてきたな。もう、バリバリ目の前に見えてきた感じになってる。え、じゃあこの中におるんて、カナちゃん。小さい頃のカナさんなん？よっしゃ、その先には行った。え、もうカナちゃんがって言ってしまっとるやん。よっしゃ、あ、セーブしたな。今セーブしたけど、もう一回セーブする。もう一回セーブからね。うん。見えない真実でもうバリバリ見えてきてる。もうバリバリ見えてきてるわ、俺には。もう。よっしゃ、行け。カナさんがおるよ。小さいカナさんがおるよ。真実を見ててそういう意味だったんじゃ。おー。何、3パートぶりかな？ 4 か？まあいいや。またここに来ると思わんかった。セリフが変わっとる。カラちゃん！わー、なんでこの、うわー、うわー、腐ってない。20年間ほったらかしの割には全然腐ってない。僕は忘れていたんだ。忘れちゃいけないのに。ジュン君、生きてる。落ちて、それでいて、20年経って腐ってないところが生きてる。20年前の約束。それを果たすために、おたの姿で会いに来てくれたんだね。ごめん。ごめんね。じゃあ、これまで話しとった大人のカナさん、あれ？え、幽霊だったん？霊体だったん？え？じゃあ、レン、え？そうか？え？え？じゃあ、レン君も幽霊だと知っとって話しとった？そういや、霊感あるって言おったな。そういや、霊感あるって言おったな。でも、そういう、え？伏線が、すごい押し寄せてくる。今日、この頃。ジュン君のせいじゃない。ジュン君は私を守ってくれた。お願い。行かないで。どこに？どこにも行くとは言ってなかったと思うけど。え、エレベーター動きよる？あの日以来、子供の霊を見るという噂も不思議な出来事もなくなった。ああ、後日談か。きっと、ここの恋が亡くなったんだろう。俺はお前を救えただろうか。お前は救われただろうか。今でもわからないままなんだ。答えはお前を持っているんだろうな。ジュン。え？え？え、ちょっと待って。ちょっと待って！なあ、おい！ジュン君が死んだみたいになってる！え、死んだの？ちょっと死ぬ要素なかったなぁ。ちょっと待っておい、プレイヤーほっとく、ほっときっぽらしいしないでジュン君死ぬ要素なかったぞ、今。押したわけでも、異次元に引っ張り込まれたわけでも、ましてや、マイさんのやん、いや、マイさん出てきた。マイさんの話し始めたら、マイさんタイムよく出てきた。いや、これ絶対ジュン君死んでるわ。ジュン君が知らんかったら、マイちゃんこんな落ち込み方しないで、おい、後ろから来たとか言うたら、ジュン君らしき人が後ろから来た。え、お父さんかな、これは。え？お父さん、これ。お父さんっぽいな。なんかちょっと、ジュン君じゃないようなヒゲの生え方しとったような気がするな、今。え？ちょっと待って。いや、ジュン君、死なんでもよかったやん。なんで死んでんの？アナザーエンド、ナンバー2。
ホールエンドからまた進歩した気はするけどさ、アナザーエンドって何よ。知らない方のエンドはないのか。いや、多分ここに降りたらあかんのかな。まだなんかフラグ回収する、フラグ回収にちょっと何か足らんもんがあるんちゃうかな、これ。これまあ、カナさんだと分かったんはいい。分かったんはいいけど、みたいな感じのはあるかもしれない。けど、他に何かある？あ、せめて謝りたいってある。じゃあ、上の階に行って、カナさんのとこに行かなあかん。そういうことか？どうにか上に行けない？わ、あかんで。でもあかんで、これ。何か、上に行く方法はあるんじゃん。あ？どうにかして、カナさんに会いに行かなあかんのちゃうんかな、これ。そんな気がするけど、あ、そうじゃ、鍵は？鍵は？結局。え、鍵どこにあんの？ないの？あれ？なぜか僕はカナちゃんを忘れていたけど、カナちゃんも僕を覚えていない感じだったような。僕が大人の姿だからか？いや、知らねえよ。そんなん俺知らねえし。それより鍵が欲しいんじゃ。上に戻ってカナさんのところに行きたい。カナさんのところに行きたいんじゃ。鍵は鍵はないな。わ、多分これは、ここで待機しとくしかないんかな。鍵がないし、上に行けんし。ここ入っていったら、なんか違うエンドになっていくし、なんで死んだかわからんような、ね、終わり方するし、って感じか。ここはザッピングで、もしかして出とんかな？こっちのジュン君ルート、ジュン君の方をザッピングし終わったけんさ、カナさんの方に何かできとるとか。ボイがもうぶっちゃけここに何かあるんじゃないの？フラグ立ったとか。7月27日ってもしかして誕生日とか。あ、4桁の番号といえば日付よね。どこかにヒントになりそうな日付はなかったかしらってあったやん。もう4月27日やん、完全に。4月27日やん、もうあんだけ強調されたら。1ヶ月前強調されたら、なんで1ヶ月前ってこれですよって感じじゃないん。じゃよなぁ。じゃよなぁ。やったぁ。鍵が開いたみたい。そういうことだったんじゃ。え、ここのパスワード4月27日だったんじゃ。てか、パスワード制だったん？だパスワードで開くようなやつだったんじゃ。初めて知ったわ。ごめんな。来た。絶対ここに、あるよね。青い、ミサンガ、ミサンガ。うわあ、もう、その選択肢出すのやめて。家出してさ、またなんか変な現象起きたら困るよ。あ、BGM と、うわあ、もう BGM タイミングよく止まらんといて。何かが来る前兆みたいに思えるから、もうやめて。もうセーブしてから、ね、させて。その選択肢を選ぶのをセーブさせてくれ、よっしゃあ、行くぜ。電話をかけてみるって、これまでせんかった選択肢出てきとうわ、もう。電話をかけてみようとしてなかったのに、いきなりかけ始めるという、もう、ようわからんので、かけろ。どこにかけようんだろう、これ。天国のお母さん？どちら様ですかって、お前がかけたんだろ。かけたくせにどちら様ですかって、迷惑にもう、腹立たしい。しかも相手が何かもわからんし。反応ないみたい。どこにいるの？かなちゃーんは、ストーカーみたいな声にしてるようになってる。あ、でもこれ、ジュン君やな。どこにいるのって探しておく感じじゃないこれ。え？あ、つい切っちゃった。私を探してる？でもごめんなさい。あなたを迎えに行くのはきっとレンよ。探しちょったな、一回。
カナちゃんのところに謝りに行こうみたいなことに言おったっけん、探しとった。それがこれに繋がったんこれ。え？フラグだったけん、こういう感じになったん？どこに繋がるかわからないけど、え？え？何それ？もうなんか、パラレルワールドみたいな話になってきてるやん。それより、もう、ミサンガじゃ。ミサンガは、こんなところにミサンガあるわけないかって感じやな。鍵がついとって、もう鍵ついとけ、もうどうでもいいんか、今は。あった、来たー！それっぽいなー、やっぱ。それっぽいな、どうなって感じやねん。お？二人に渡したいものがあるの。お母さんが作ったんだけど、私たちがずっと友達だって証。カナさんやな、これ。来たー、青いやつ。なんでこんな厳重に入れとんだろう。レン君、重要書類室って書類じゃないし。あとはこれを渡せば、きっと、つながる。うわあ！なんでここでこういう選択肢を選ばせるん？もちろん、ジュン君。なんでレン君出てくるの？うえあ！いや、もう早いな。天下早すぎだろ、お前。もう、カナさんが、もう、ジュン君が一回おるって分かっとうような感じの移動仕方してるやん。怖い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 。このゲーム怖い、このゲーム怖いわ。もう展開がやべえわ。どうしようか。よっしゃ。渡すん次回にするわ。もう展開が早すぎてさ、もう自分でさ、会いに行かなあかんのかなって思ったら、もう会いに行ける。もう、今会いに行きますのところでなかったら、もう会いに行ってますの状態やもん。よっしゃ。よっしゃ。今回は面白いわ。今回は良かったわ。前回と前々回みたいな探索だけのパートにならんかったわ。もう、ドキモノかえだ。よっしゃ。じゃあ皆さん、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。いや、このゲームさ、予想外のこと大きすぎなのよね。なんだ、あなたを迎えに行くのはレンよとか言いながら、カナさん、突然1階のジュン君の近くまで来とるしさ、幽霊疑惑出とるしさ、カナさん、何気にサイコパスなんだよな。